はい、ということで今回は埼玉西武ライオンズの中村剛也選手を作ってみました。はい、まあ誰もが知るね、はい、おかわりくんでございます。やばくないですかこれ、めっちゃ似てるんよ。すごいよねこれ。あスイング重そう。これね、ほぼね数値変えてないんですよ。なんかデフォルトでこんな感じで、もう完全におかわりくんだと思って、これすごいっすよね。僕だけ？これマジで似てる。おかわりくんってメジャーにいたのかなみたいな。メジャーでもしかして実装されたのかなみたいな、もう勘違いするぐらいね、おかわりくんですねこれは。顔がどっちかというと山川さんに似てる気がする。うん、今回はね本当に顔が全くうまく作れませんでした。はい、ごめんなさい。走るおかわりくん。まだいける、まだいける、まだいける、まだいける。OK。よし、サードの守備頑張りましょう。いいですね、やっぱり。サードはおかわりくんじゃないと。おお、いける。かっこよ。ああ、一塁セーフか。でもいい守備でしたね。見せますね。いや本当に似てるわこれ、すごいわ。何もしてないですよマジで。これは本当にね感動しましたね。ザ・おかわりくん、まあ、SSK 周りがねバットしかなかったんで装備品はだいぶあれなんですけど。しかしホームランが入らない。正面から見てみますか。正面からはこんな感じですね。いやーもうおかわりくんでしかない。この腕のね感じがやばいよね、まあ、ここら辺はちょっとねあれだけど。いやしかしねホームランが打てませんね。なんかやっぱねフォームによって飛びにくい飛びやすいがあるよね。ほら弾道がもう低いやん。なんなんだろうねこれ。いやちょっとホームラン打ってるかね心配になってきましたね。おかわりくんはホームランが魅力なのに。さあ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 、もう試合が終わってしまいそう。まずいですね、ホームラン打たないとというプレッシャーが。慎重にこう。なんでこんな飛ばないんですかね。まあ広角とかの設定はあるっぽいですけど。もらったー。おっつ、あ、入った。危なっ、あんまり見えなかった。おっつだよね。おかわりくん今一塁で止まっちゃったもんね。あ、アウトかなみたいな。よかったー。ちょっとどこまで飛んだのか全然見えんかった。後ろ姿はおかわりくんみたい、かわいい。ちょっとリプレイでね。ほーん、どこ飛んだ。もう外野手完全にこれ取る感じやん。取れないんかいみたいな、ね、ランナーが1、2塁か。これどうする。サード踏めないよね。でもうわ、チャージチャージチャージ。セカン無理だ。ファースト。オッケー。よし、2試合目やっていきましょうか。相手はね、ボストンレッドソックスですね。僕の好きな、うん、このフィールド名ちょっと忘れましたけど。お、これはいったんじゃないか。グリーンモンスター超えちゃう？あ、超えなかった。全然超えなかったけど、あそこホームランなんだ。いやー、今のはもう完全におかわりくんでしたね。次おかわりできるかっていうとこですけど。パフォーマンスは普通かな？お、監督かな？めちゃめちゃ若いね。ご満悦そう。いいホームランでしたね、でも。うん、いやもうこれやばいよね。もう史上最強かもしれない。結構待ったね今。おー、さすがにセンターのグリーンモンスター超えたらやばいよね。いやマジでやばい。
しつこいようですけど。おきょ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 、グリーンモンスター越えなかったけれど、足速いから、シャーン、危ねえ、意外とやばかった。よし、盗塁しよう。おかわりダッシュ。うわっ、ですよね、華麗な守りをね、見せていこう。やっぱ内野楽しいね。守備うますぎだろ。OK。さあさあさあ、グリーンモンスターをね、僕このゲームで超えたことないかもしれないです、まだ。あー、またセンターに打っちゃった。まあ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 、いいでしょう。おかわりできたんでね。いや、これはおかわり、あ、おかわりか。最近 YouTube でね、あのおかわりくんのかわいい集みたいなのを見てね、結構癒されてますね。ほんとかわいらしいですよね。えげつないホームラン打つけど。さあ、非常に暗くなりましたね。いや、次こそはね、レフトに。あー、ちょっと引っ張りすぎた。しかも沢村さんじゃないですか。久しぶりですね。なおさら打ってやりたい。これはいったでしょ。グリーンモンスター護衛護衛護衛。いやー、嬉しいな。しかも沢村さんから打ってやったぜ。悔しそう。グリーンモンスターの奥はどうなってるんだろう。あ、こいつまたリプレイやるなって思いました。その通り。いやー、これは飛んだな。なんでこんな壁高くしようと思ったんだろうな。しかし、ちょっとリプレイ、リプレイ、リプレイ行こう。たまにパースラー製の、おー、しかも場外じゃね？おー、おーおーおお、よう、よう、すごいね、すごい飛んだね。ファ、しかもちゃんとなんか道みたいのがある。あ、さすがに沢村さんはね、もう下がったね。6対6？もう一発。あー、まあいいか。チャンスは作れたよ、チャンスは。よし、ここから逆転しようぜ。盗塁しちゃおうかな。やばい、スタートめっちゃ遅れた。そりゃそうや。盗塁下手なんですよね、本当に。しかも負けましたね。はい、まあとりあえずね、ホームランたくさん打ってたんでよかったかな。はい、ということでね、ここまでしておきます。ここまでご視聴いただきありがとうございました。今後もね、MLB ザショーの動画アップしていきますので、チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。それでは。